龍馬、ギムルからこっちろくなもん食うてへんのとちゃうか。はい、知りませんでした。蛍光色があんなにまずいだなんて。駆け出し冒険者向けのもんは安さと日持ちが最優先で、どれも味は二の次やからな。安心せい、今日はそんなまずいもん忘れてまうくらいうまくて珍しいもん食わしたるからな。美味しくて珍しいもの？